ヴィンテージの機材を借り、今日はですね、この曲 I don't want you in my life で使っている機材について紹介しようと思います。ギターはですね、アイバニーズのギターを使って、ピックアップ EMG の89を使ってます。そしてアンプはメサブギーを使ってます。このアルバム通しと同じ機材なんですけども、今日紹介したいのはですね、どんなマイクプリアンプとどんなコンプレッサーを使ったかってことなんですけど、当時はですね、ヘビームーンっていう会社がありまして、レンタル機材の会社で、もうプロミュージシャンみんなそこからあの機材を借りて、ヴィンテージの機材を借りて録音してたんですね。私が使ってたのはですね、マイクプリアンプをですね3つ使いました。ニーブ、フォーカスライト、API、 この3つなんですけど、使い分けとしてはですね、もうごっつい音が出したい時はニーブっていうのを使って、綺麗な音を使いたい時はフォーカスライトで、まとまった音を出したい時は API っていう、この3つで使ってます。今は API だけにしてますけども、当時はそれを借りてやっていました。そしてコンプレッサーはですね3つ使ってたんですけど、フェアチャイルド、チューブテックっていうデンマークの会社のがあるんですけど、それとウーレイっていう会社の1176っていうのを使ってました。この3つ、これちょっと絵出せますかね。フェアチャイルドの660、まあ、670でもいいんですけど、とウーレイの1176で、チューブテックのこれ、なんだっけな、チューブテックの本部って1個しかないんで多分出てくると思いますけど、この3つ、これをいろいろ使い分けて、まあ、速さが違うんですね。フェアチャイルドって結構ゆっくりなコンプレッサーで、1176結構速いコンプレッサーなんで、このあたりこう弾いてる内容に合わせて使い分けて、で当時これレンタルするのって1日5000円とかするのして、で持ってきてもらうのに出張費5000円とかするので、1週間のレコーディングで1個2個借りたらそれだけで5、6万いっちゃうので、結構大変だったんですけど、そのぐらいみんな数少ないの取り合いになった機材だったんですね。で今はそれもうプラグインで存在してるので、 お求めになる必要ないと思う。皆さん見つけたらこの3つずつ使ってみるといいと思います。マイクプリアンプが、ニーブ、フォーカスライト、 API ですね。でコンプレッサーがフェアチャイルドと1176とチューブテックで、もちろんマイクプリアンプに関してはプラグインではできませんので、実際実機が必要になりますけども、それっぽい録音してそれっぽいキャラクターに変えるみたいなプラグインもあると思いますので、使いになってみてマイクプリアンプとかコンプレッサーのキャラクターについて質問ありましたら、トータルギターメスの質問スライドからお寄せいただければお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。トータルギターメソッド、あなたのギターライフを輝かせる。新しいギターライフをぜひご一緒に。